ザペニンシュラ・香港、ザペニンシュラ・香港、英語、ザペニンシュラ・香港中国語、香港半島支店は、香港にある最高級ホテル。運営は、香港上海ホテルズ。アヘン戦争後の1842年に結ばれた南京条約により、香港は、イギリスの直轄植民地となり、本格的な発展が始まった。とはいえ、 1900年代頃の香港は発展を遂げていたもののひなびた漁村の雰囲気を残した田舎町で香港のさらなる発展のためにもリゾート地として PR する必要がありそのためにはホテルの存在が必要不可欠であった1900年代の香港の市街地は中間地区でシムシアッチ地区は田舎町の雰囲気を残したままであった 1910年に旧高鉄路が完成し、現在のチムシアッツィガーのスターフェリー乗り場付近に駅が設置された。駅の目の前に埠頭があり、ヨーロッパからの船も停泊するため、海と陸の玄関口を合わせ持つ、この場所こそホテルを建設する場所にふさわしいと考えた、香港上海ホテルズの創業者の一人であるリス・カドゥーリーによって、1922年に建設が、 始まった。建設が始まったものの、第一次世界大戦後の混沌とした時代だったこともあり、順風満帆とはいかなかった。1927年には敷地がイギリス軍の軍営地として接収され、敷地内に砲座が設けられてしまった。このような状況であったため当初の予定より約4年開業が遅れ、1928年12月11日に開業した。 当時の客室数は250室で、さらに当時としては珍しく、全室にバスルームとトイレがついていた。1941年12月8日には太平洋戦争、大東亜戦争が勃発し、イギリスとの間で交戦した日本軍が香港に侵入、数日後には深海と九龍半島が占拠される。 香港島に立てこもって交戦したイギリス軍も25日には降伏した。同ホテルの336号室で日本軍とイギリス軍との降伏文書を取り交わした香港の戦いを参照。日本の軍政下で東亜ホテルと改名され戦争中を通じて日本軍の商工集会所及び軍関係者向きのホテルとして使用されていたが日本の敗戦後は元通りに 一般人向けのホテルとして使用されることとなった。その後は香港のみならずアジアを代表する最高級ホテルの一つとしての地位を確立し、内外装のリニューアルが数回にわたり行われたが手狭になったことや京都区空港の閉鎖を受けて、チムシア地地地区の設制限が緩和されたこともあり、1994年には新館となる30階建て117メートルの ザペニンシュラタワーが完成した。16階まではオフィスで、客室は17階以上にある。香港を代表するランドマークの一つとして、その存在が世界的に有名な上、ビクトリアハーバーが見渡せるチムシアツイの中心地に位置することから、ショッピングアーケードやロビーには、世界各国の観客が数多く訪れる。 開業当初から使用されている本館と1990年代に増設された高層建築のタワーの2つの棟からなっている。本館1階と2階にロビーとレストラン、ショッピングアーケードなどが設けられ、3階以上が客室として使用されている。またタワーの上層部は客室として使用されているが、仮想階は一部が賃貸オフィスとして使用され、建物裏側に オフィス部分のエントランスが設けられている。客室数は300室で、一番狭い客室でも約41平方メートルの広さがある。すべての客室にライティングデスクとファックス、CD、VCD、DVD プレイヤー、電動カーテンが、すべてのバスルームにシャワーブースとカラーテレビがそれぞれついている。など。イギリスの植民地当時から、 ロビー脇のザロビーで提供されるアフタヌーンティーが有名でこれを目当てに訪れる観光客が多い。なお、このように宿泊客以外の観光客が多く訪れるもののプライバシー確保とセキュリティのために宿泊客以外が入場できるエリアは制限されている。宿泊客はザロビーでのアフタヌーンティーの予約が可能である。一方、非宿泊客は ファーストカムファーストセルベド方式、すなわち、早いもの順に予約を現場で受け付ける方式で、カフェのすぐ外側、特に仕切りなどはなく、エリア外周に置かれたガーデニングプラントの並びの外側に列を作っており、ザロビーの模様は、ザロビーの客側及び入場待ちの非宿泊客の層で、死人可能に列を作っていて待っているのは、予約不可の非宿泊客である。 専用のロールスロイス及びヘリコプターがホテルと香港国際空港の間の送迎を有料で行う。到着時にはホテルの制服を着用した専用のスタッフが到着ゲートから車とヘリコプターまでの案内、荷物の運搬を行うほか、制限区域内は空港スタッフが担当する。出発時には同じく専用のスタッフが荷物の運搬や空港内の案内、 出国ゲートへの送迎までのサポートを行う。イギリス製の高級車であるロールスロイスを1970年代より専用の送迎車として所有しており、ロールスロイスフリートとして世界的に著名である。過去はホテルのイメージカラーの緑色に塗られたシルバーレースやシルバースパーを使っており、当時は一企業が所有していたロールスロイスとしては世界最大数を誇っていた。 現在は最高級車種のファントム経営14台をホテル香港国際空港間の送迎などに利用している。14台用意されているファントムは車内や過失などそれぞれの仕様が違う。事前の予約が必要で車内にはミネラルウォーターや英字新聞が用意される。タワーの屋上が専用ヘリポート及び1930年代に サンフランシスコと香港の間を結んだパンアメリカン航空の飛行艇をイメージしたラウンジ、チャイナクリッパー、チャイナクリッパーとなっており専用のヘリコプターが香港国際空港のヘリポートとの間を結ぶ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。